プレイステーションストアとはソニーインタラクティブエンタテインメントが提供しているゲームのオンラインストア。コンテンツはすべてデジタルデータであり、受け取りはダウンロードによって行う。国、地域ごとにサービスが提供されているが、コンテンツの内容や名称は若干異なる。ゲームソフト、体験版、ダウンロードコンテンツ、プロモーションビデオ、ゲームアーカイブスなどを扱う。壁紙。 カスタムテーマアバターアイコンも提供されておりメニューデザインを変更できる。カスタムテーマアバターアイコンは一部有料のものも配信している。特に表記がない項目は日本国内のもの。ウォレットはプレイステーションネットワークのアカウントごとに割り当てられている仮想財布である。プリペイド式なのでこのウォレットに残高がないと買い物等の支払いは不可能である。 購入方法は、ストア内でコンテンツを選択し、仮想的なショッピングカートにコンテンツを追加して、購入しダウンロードする。単品ごとにダウンロードすることも可能である。決済は、アカウントのウォレットから支払う。ウォレットに金額を補充する行為を、チャージという。金額を補充するには次の種類がある。ウォレットに1000円単位でチャージして使用する。上限は2万円と決められており。 それ以上はいくらチケットやカード等を持っていてもチャージできない。サブアカウントではチャージできないようになっている。また、クレジットカード、エディを使ってチャージする場合、購入金額2000円以上のウォレットが不足する状態で追加チャージすると、ウォレットが購入金額と同額となるように1円単位でチャージが可能となっており、ウォレットの残額を使い切ることができる。PS ストアカード。 チケットも同様であるが、クレジットカードは、カード発行の当該地域のストアでのみ使用できる。これは登録している住所が本来居住している、住所ではないが、個・カード所有者本人か確認できないためである。PS ストアカード、チケットはプリペイド型のカード、チケットであり、電子マネーの一種である。購入後は、カード、チケットに記載されているカード、 チケット番号をストアに登録すると、ウォレットにチャージされて、ストアで金額分の買い物ができるようになる。これらには有効期限が定められている場合もあるので、その場合は期限内にチャージしないと無効になる。ただし、有効期限のあるチケットでもチャージして、自分のウォレットに入れてしまえば有効期限はなくなる。ありがとうございます。